よし皆さんどうもおはようございますこんにちはこんばんははい、えー、今日はね、えー、これの紹介ということでええー、プロモーションビデオでございます、はい、ゴールドウェブ講座あ宮内智の弁理試験に役に立つあ論文試験ですけどね司法試験知財、えー、過去問解説講座ということで えー、新,新たに立ち上がりましたああで平成24年から令和元年までのねはあの8年分これをですねまあ1回あたり2年分ずつやりましょうかということで、えー、そういうあの斬新な講座です、えー、でこれねあのまあ2時間なんですけどもう私今ね実はもうすでに2回まで講義終わってるんですけども 工業をやることによって分かったことがあ,のありましてですね、まあ、やはりというかあの小試験さすがですさすが法試験あのまあ便利試験と何が違うかっていうところに興味があると思うんですけどあのね奥が深いうん便利試験の論文ってねあのあ昔の便利試験に近いかな法試験ねでであの 要はねさすが弁理士あっ少子圏っていうだけあってその求められる論述録のレベルの高さが半端じゃないんですようんなので私も、あのー、2回分教えてですねこれはあの1回あたり2問しかやんないですよあこれ見てお分かりの通り、り1回あたり2問しかやんないでしょ、うん、24年と25年とかね2627だから2問しかやんないですよ これ時間余るかなと思ったらね大間違いであの1問あたりもう絶対に1時間以上解説必要だなと弁理試験のね論文ってねまあ30分から45分あればなんとかなるんですようんあの実践当連とかもそうじゃないですかねあのほら特実とか2問ありますでしょそれを1時間で解説まあなんとかなるんですよねちょっときついことはきついんだけど これは本当ね1時間でも足りないぐらいですそのぐらい奥が深いうんあのー、なんていうかねこう多面的に聞いてるなって感じねあ相当こうなんていうの受験,者受験生側の注意力そういったものも、あのー、求めつつ知識も現場思考力も聞いてるみたいなね で私はあの別の講座で「論文山黒」っていうのをやってるんだけどそ,そこでさ否定肯定あなたはどっち問題シリーズっていうのがあるんだけどこの小試験っていうのはねまさに何て言うのあーほら原告側と被告側に分かれるじゃん訴訟ってだから原告の立場からどう考えますか被告の立場からどう考えますかそしてあなたは、えー、さあど,どっちの方に味方しますかみたいなね どっちの方が妥当ですかみたいなまあそういう聞き方をするんですよだから知識も要求されるし現場思考力も要求されるしでねまあなかなかどうしてあの大変ですうんうんはいそれであのこのね講座をやるに至った理由付けとしてはですねまあ見てくださいもうすごい的中してるんですよこれねちょっと見ましょうか 平成24年から極端にあのこういう関連性が出てきてるんだけど平成24年に製パン機事件が出たんですねあの小試験でそしたら便利試験で出たんですよああ普通は小試験5月です便利試験7月ですけどね二2か月遅れで、はい、ちょっと色を変えましょうか専修件が出たんですね25年にと移転請求が出たと思ったら 弁理試験も出たんですよほら同じ年ですインクタンク事件が出たと思ったら同じ年出てますええー、PBP が出ました26年こんなあのミドレンジャーでいきましょうか PBP クレームプラバスタチン事件はい2年遅れで出ましたまあ別にいいじゃんねこれもこれはこれであの2年遅れだけどさやっぱり事前にやっといてよかったねということなんだからねはい じゃあ次はね赤レンジャーで塗りますよ。はい。保金券が出ました。悪意バージョンが。27年に。したら28年にやっぱり悪意バージョンが出てると。いやーすごいですね。そしてこれはねどうしようか。均等論だからオレンジ塗ろうかな。平成28年に均等論と訂正の最高弁が出たんですよ。したら28年に均等論と訂正の最高弁出てます。<laughs> ええ 29年にねウォーキングビーム事件が出たと思ったらねあの令和元年にもボあのウォーキングビーム事件出ましたねそれから青で塗るけど平成30年に向こうの公便が出たと思ったらね令和元年に向こうの公便出ましたねうんであとねちょっとこ他にもほら「埋虚にいとまがありません」っていうけど今日教えててね気づいたことがあるんですよ、うん、ちょっと書いてきましょうかえー、っとあれゴミし ゴミ、えー、貯蔵機事件かあれがねえー、ちょっと待ってくださいよゴミ貯蔵機事件ああこれ何年でしたっけ平成29年うんあのつまりえー、ちょっと書いてくださいよこれは何年の司法事件あ 平成29年か平成29年に102条が出てるんですよあの損害額の推定とかのねそれがあ平成30年に102条出てますからああこれはこれですごいでしょうん毎挙にいとまがありませんね。 それからね、待ってくれよ。他にも出てたと思いますがね。ああ、ちょっと待ってな。そんなもんか。そんなもんやね。うん。シートカッター事件。あ、それは訂正の最高弁だから、まあいいか。ああ。あと、あれやね。ちょっと待ってよ。 元年令和元年,令和元年あ令和元年にちょ司法試験だよ令和元年に関節侵害101条が出てます関節侵害101条出てます司法試験ですよで便利試験の令和元年のあ特日2であの101条出てますねほら すごいでしょこの連関性がだからねあのしかも本当とね24年以降なんですよこの連関性がかなりこう色濃く出てるのはねああこれやらないと損ですよで今度はね今度はあの皆さんじゃなくて司法試験受験生に言いたいんだけどそんな人はあんまり俺の受験俺の講座受けようとする人いないと思うんだけど司法試験受験生よおいあのねこれまたびっくりなんだよ えーとね、こう逆バージョンねちょっと青ペンで書くけど俺の記憶だとねえー、っとあれ平成26年うんあのいいか弁の方であ弁理試験の方だよ平成26年の1でブラニュート下流事件で出てるんですよブラニュートまあブラニュートあの事件知らなくてもね書けるんだよねあの審査基準レベルで。 ちょっと下流の漢字が書きにくいからブラニュートだけにしておきますけどそして司法試験の方でなんとブラニュート下流事件がですねなんと平成27年に出てるじゃないですか平成27年の知財でああブラニュート下流事件出てるんですよちょっと見てみましょうかえー、っとねどこだったっけなあれ ブラニュート下流事件中あありましたほらほらブラニュート見,見れますブラニュート下流事件ほらねこれ平成27年ですよほらね便利試験26年ねちょっと今便利試験俺持ってきてないけどどうよこの連関性すごいでしょあで値段もねあのー、まああの山ごろとかに比べると安いですわねえの な,なんだっけ ?12 回ぐらいあるからね。それまあ高いんだけど。まあそんな感じですけど、あまあ皆さん、ここまで言ったらもう分かるでしょう。もうそれだけやる価値があるんですよ、試験の知財でここまで、もう、ねえ、私が言ったんですから。はい。ということでね、まあ講座を受けてくれればいいと思います。それでね、やり方としては、 あのまあ、自分でもやっぱり考えてほしいなと、うん、あの初心者の方はもういきなり俺の解説聞きながら一緒にやっていった方がいいかもしれんけど今年論文試験を受けようとしてる人はね余力あるじゃないですか、まあ、コロナのせいであの遅れますからあの試験が4ヶ月ぐらい遅れますからねもうそこはもうしょうがないわな、うん、だから、まあ、ちょっとあのこういうハイレベルなもんでもやっておくわけよ。うん だからまあ30分ぐらい、あのー、答案構成でいいとも答案書くのはまあ時間かかるからね、まあ、書いてもいいけど相当時間かかりますから答案構成ぐらいで30分ぐらいでうんその後俺の解説講義を聞くといいんじゃないかなと思いますよええー、相当力尽きますねええー、まあ小試験もねあのー 本当だったらね、5月にやる予定だったんだけど、弁理試験と同じで伸び伸びになっちゃったからね、もしあれだったらあの、令和2年もやろうと思ったんだけど、もう令和2年もね、8月以降になっちゃいましたから、司法試験ね、まあ現時点で、まあ皆さんに提供できるのは令和元年までですから、うん、まあ、令和2年はまた別のね、講座かなんかでやりますよ、あの、なんだっけ、論文最後の悪空きとか。 まあそういうの仮にやるとすればですよ、うん、そういうところでやろうかなと思っています、はい。ということで、あの6月の11日からね、視、ま、聴、あ、は可能になりますんで、ええ、ぜひあの、いい講座です、うん、本当にねあの、高度な知識を、えー、単なる知識だけじゃなくて、こういう問題はこういうふうに料理するんだみたいなね、あ もうなかなかその普通の講座では味わえないような奥深さこれをね体感していただけると思いますからねはいまあ値段は2万6千になっておりますいつまで聞けるんですかこれあ十11月30あこれいいねこれあの普通論文系の講座って7月ぐらいで終わりなんだけどまあ11月30代だからねまあおそらくあの便利試験の論文試験が まあそのぐらいなんじゃないかと、だって担当が9月だからね、まあ、論文10月か11月だろうという、そういう見立てでもって、あ11月30まで聞けるということになってますからね。はいであとこれ、ちょっと割引とかのない講座です、これはもうあの公平の見地からですね、全くもう、あのー、割引ございませんのでね、その点はご了承ください。ええ 他の者は割引受け取るのになんで俺だけっていうことがありませんので逆にまあ潔い講座ではないかなと思いますはいじゃあ皆さんねあのー、そんな感じでこれもう便利試験の受験生にも本当におすすめなんですけど実はあの小試験を受ける人で知財を受ける人にもおすすめかなと <laughs> 便利試験から逆にこう、あのー、当たったりもしてますんでねええー、いいと思いますよはい じゃあ皆さんねあのー、そういうことで、えーまあ、パルテノン神殿が映っておりますけどねあ違うわ今日はなんかテレビのあのクイズ番組の収録会場みたいなところですねええじゃあ私もそろそろ帰りますんでね、えー、帰りの準備をさせていただきますねまあ講座が終わればねもうやっぱりいつ何時そういう感染のリスクあるかわかりませんからね よしじゃあこれでも私もね早々帰らせていただきますんで皆さんじゃあ頑張っていきましょう乗り越えましょうこのコロナ危機をねなんとか気合で乗り切ってで試験も受かりましょうはいじゃあ実際の講座でお会いしてます